こんにちは、ジュリアです。カード開封動画211回目は2020年10月発売 The Endless ドデックです。 Endless ドデックはキックスターターのクラウドファンディングでマジシャンエディ・ルドが作ったデックで、アンドレスドを直訳すると服を脱ぐという意味で、このデックなんと絵札のカードがいつもの服を脱いでる状態になっています。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。ザ・アンドレスドデック、キングの顔がそのままで下がアイコラみたいな感じで、服を脱いでガウンを着たような状態になってて、胸毛とか腕毛とかがあってね、人間味感じますよね。横面がリネンフィニッシュメイドイン USA、 反対側がアン・エディ・ルド・プロダクト、上面がポーカーサイズ黒色のクロージャーシールで、バック面はクイーンが服を脱いでガウンに着替えている状態になっています。で、指輪をしてるんですが、左手は中指にしてますね。下面が2020エディ・ルド・オールライツ・リザーブド、著作権表記ですよね。マニファクチャードバイザユナイテッドステーツプレイングカードカンパニーアーランガー KY 製で、リサイクルマークとバーコードとかはないです。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。真っ白ですね。こちら側がバック面ですね。バック面から見ましょうか。いつものバイスクと違ってバック面のデザインはなんかザ・プレイングカードって感じですよね。量産型のなんかプレイングカードって感じで、1枚目は多分あれ？ハートのエース、これ最後ハートの2ということはこちら側にはなくて、じゃあ表目見たいと思います。あ、広告カードこっちにあるんだ。とザ・アンドレスドデックの説明書きとエディ・ルドって書いてるので、一応このデックの説明が書いてるみたいですね。で、これがおまけカードかな。こちらが箱と同じキングの書かれたスペードのキングが1枚。これはもしかしてどうだろう、同じなのかな。おっとめっちゃ18金中身はもしかしたらガウンではなくて完全に脱いだ状態のようですね。見てはいけないものを先に見ちゃったかな。まずジョーカーは絵札のおなじみの服がジョーカーになっていて、ハンガーにかかっています。で、これバック面の模様ですよね。ザ・アンドレスドデック101と書かれたスペードのエース。数字のカードはいつものダイダーバックと同じですね。スタンダードと同じです。で、問題は絵札のカードですよね。なんと服を全く着てない状態で、マークでニップルとあそこ隠してますね。ジャックもクイーンもキングもすっぱだかです。まあかろうじてね、頭につけてる王冠とかは残ってるみたいですね。で、キングの方はなんかタトゥーが入ってるのかな。他のマークはエースから10までは多分いつも通りですね。で、ダイヤの絵札です。おっと前でがちょっと上がってて、また違う感じで、この手でちゃんと隠してますね。大抵それぞれ違う感じに書かれてます。なかなか凝ってますね。こっちはちょっと体型がまた違いますね。あとお腹出てますよ。ちょっとルネッサンスって感じですよね。で、クラブのキングはちょっとマッチョですね。ポーズ取ってます。で、これが最初箱に描かれたクイーンですけど、こちら側はガウン着てますね。クラブのジャックはまあまあ細マッチョって感じですね。クラブはマッチョ担当って感じです。で、ハートの
絵札です。わ、めっちゃ毛が生えてますね。お尻が大きな感じなんですけど、ちょっとぼっちゃりな感じですね。で、ハートのジャックはちょっとカッコつけてる感じになってます。で、ハートのエース、最近のスタンダード54枚と、最近のスタンダードよりも2枚分厚みがあります。滑りの性能は最近のスタンダードと変わらず高性能だと思います。弾力の方は両方均等で少し柔らかめですね。高性能デックって感じがします。で、ファルを入れてみます。お、まさかの入りにくい。はい、上下混ぜてみました。混ぜると入りやすくなるみたいです。というわけで結構大胆な感じで全塗りしちゃってますけど、一応ちゃんとマークで大事な部分は隠されてるみたいです。はい、ザ・アンドレスドデックを開封しました。まさかのガンを引けるのがこの箱面とおまけのカードのみで、残りすべて素っ裸みたいです。まあ、ネタとしてはかなり面白いデックなんじゃないでしょうか。ちなみにこのアンドレスドデックの関連商品で靴下が出ていて、この素っ裸の絵札たちが描かれた靴下も発売されてますけど、カードよりも先に売り切れてしまったみたいです。それではジャンル分けします。2枚分の厚みがあるので厚い。で、性能は高性能。ジャンルはエディ・ルドのデザインコラボで、素っ裸のアンドレスド、服を脱いでいるコンセプトデザインで、間違いなくレアデックになると思います。ちなみにキックスターターで作られているので数量限定の表記はないですが、多分ねずっとは生産しないと思います。ザ・アンドレストデックでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは